現代宇宙論は、すなわち、現代の宇宙論である。現代の科学者が、現代宇宙論という言葉で指しているのは、むね英語のフィジカルコスモロジーに相当する。フィジカルコスモロジーは、物理学と天文物理学の一部門であり、宇宙の大規模構造及び、宇宙の生成や、宇宙の変化に関する、根本的な問題を扱っている。 現代の宇宙論は大まかに言って宇宙に存在する最も大きな天体を扱い、また宇宙の最も初期に形成された独特の天体やほぼ一様だった最初期の宇宙自身を研究対象とする。素粒子物理学の実験結果に強く影響されること、研究内容が天体物理学や一般相対性理論、プラズマ物理学から現象学や超限理論、 量子力学などに及ぶといった点で、物理学の中では異質の学問分野である。いかに現代宇宙論での最も活動的な研究分野のいくつかを大まかな時系列順に挙げる。このリストはビッグバン宇宙論のすべてを網羅するものではない。初期の高温の宇宙については、宇宙創生から約10から33秒後から始まったビッグバンによってうまく説明されるが、 いくつかの問題もある。その一つは、現在の素粒子物理学の理論からは、宇宙が平坦で一応、東方になる必然的理由が存在しない、というものである。しかも、素粒子物理学の大統一理論では宇宙にモノポールが存在するはずだが、実際には全く見つかっていない。これらの問題は、宇宙初期にインフレーションと呼ばれる時期が存在したと仮定することで、 解決される。このインフレーションによって、我々の宇宙は平坦になり、非等方性や非一様性も観測可能なレベル以下にならされ、モノポールも指数関数的膨張によって薄められる。インフレーション宇宙の背後にある物理モデルは非常に単純だが、これはまだ素粒子物理学の側面からは検証されておらず、インフレーションと量子上理論の両立には、 困難な問題が存在している。宇宙論研究者の中には、ひも理論やブレイン宇宙論がインフレーションに変わる解決策を提供すると考えている人々もいる。宇宙論におけるもう一つの大きな問題に、我々の宇宙には物質が半物質よりも多く含まれているという問題がある。宇宙論研究者は、宇宙の X 線観測によって我々の宇宙は、 物質と反物質が占める領域に分かれているのではなく圧倒的大部分が物質でできていると推定している。この問題はバリオンの非対称性と呼ばれ、このような非対称性が生まれた過程をバリオン数生成と呼ぶ。バリオン数生成の理論は1967年にアンドレイ・サハロフによって作られ、バリオンと反バリオンの非対称性が生み出されるためには、 CP 対称性と呼ばれる素粒子物理学の対称性が物質と反物質について破れていることが必要とされている。しかし現在の加速器実験では CP 対称性の破れの測定値はバリオンの非対称を説明するには小さすぎることがわかっている。宇宙論研究者と素粒子物理学者は初期宇宙に存在した別の CP 対称性の破れが バリオン期待症を説明するかもしれないと考えている。バリオン数生成の問題とインフレーション宇宙の問題は共に素粒子物理学と深く関係しており、その解決は宇宙の観測よりも高エネルギー物理学の理論や実験からもたらされるかもしれない。ビッグバン元素合成は初期宇宙での元素の生成理論である。 初期宇宙での元素合成は宇宙創生から約3分が経過し宇宙の温度が各融合反応が止まるほどに下がった時点で終了したビッグバン元素合成が起こった時間はこのように短いためこの過程で作られた元素は構成内部での元素合成と異なり最も軽い元素のみだった元素合成は水素イオンから始まり主として重水素とヘリウムイオン。 リチウムが作られた。これ以外の元素はごく微量しか作られなかった。元素合成の基礎理論は1948年にジョージ・ガモフ、ラルフ・アルファー、ロバート・ハーマンによって作られて、以来数十年にわたって研究されており、元素合成はビッグバン時代の物理を知る非常に敏感なプローブとなる。なぜならビッグバン元素合成の理論は宇宙初期から存在する。 軽元素の存在量や初級中の特徴と結びついているからである。具体的には元素合成の理論が透過原理のテストやダークマターの検出、ニュートリノ物理学のテストなどに用いられている。宇宙論研究者の中にはビッグバン元素合成によって第4の無菌状態のニュートリノが存在することが示唆されると提唱している人々もいる。 宇宙マイクロ波背景放射は原子が最初に形成されビッグバンによって生み出された放射が家電イオンによるトムソン産卵を受けなくなった採血合期以来残っている放射であるこの背景放射は1965年にアーノ・ペンジアスとロバート・ウィルソンによって最初に観測され完全な国体放射のスペクトルを持っている放射の温度は今日では 2.7K で 105分の1の精度で東方的である。初級中のわずかな非一様性の進化を記述する宇宙論的揺らぎの理論によって研究者は背景放射の各パワースペクトルを正確に計算することができ、同時に最近の衛星観測実験や多くの地上観測、気球観測実験によって測定が行われている。これらの研究の目標の一つはラムだ。 CDM モデルの基本パラメータを高い精度で測定することであり、またビッグバンモデルの予言をテストし、新たな物理学を探求することである。例として、最近行われた WMAP による観測結果はニュートリノの質量に制限を与えている。また、宇宙マイクロ波背景放射の変更を測定するという新たな実験も試みられている。これによって理論が、 さらに確認され、また、宇宙のインフレーションや、銀河や銀河団と、宇宙マイクロ波背景放射との相互作用によって起こる、スニア F ゼルドビッチ効果やザックス・ボルフェ効果といった、いわゆる第二の非等方性に関する情報が得られるものと考えられている。宇宙で最も大きな、また最も初期に存在した構造の形成と進化について理解する研究は、 宇宙論の主要な目的の一つである。現在、宇宙論に関わる研究者は、階層的構造形成モデルを標準モデルと考え、研究を行っている。これは宇宙に存在する構造はより小さな天体から作られ、そこから小質量の構造が衝突、合体を繰り返すことで、銀河団、超銀河団のような大質量の構造が形成されたとするモデルである。このように、 消失量の構造から構造形成が進むシナリオは、ボトムアップシナリオと呼ばれている。超銀河団のような最も大きな構造は、ビリアル平行に達しておらず、現在でも進化していると考えられている。宇宙の構造を研究する、最も単純な方法は、目に見える銀河をサーベイして宇宙における銀河の三次元、分布を構築し、物質分布のパワースペクトルを求めることである。 このようなアプローチの実例として、スローンデジタルスカイサーベイや 2DF 銀河、赤型変異サーベイなどがある。このような構造形成を理解するための重要な道具として、計算機によるシミュレーションがある。宇宙論研究者は、数値シミュレーションを用いて、宇宙で物質が重力で凝集し、フィラメントや超銀河団、ロイドといった構造を作る過程を研究している。 ほとんどのシミュレーションではバリオンでない冷たいダークマターのみを用いている。この過程は宇宙の最も大きなスケールでの振る舞いを理解するためには十分なものである。なぜなら我々の宇宙には目に見えるバリオン物質よりもはるかに多くのダークマターが存在するためである。現在ではバリオンも計算に含み個々の銀河の形成を研究するより高度なシミュレーションも始まっている。 宇宙論研究者は、このようなシミュレーションによって、計算結果が銀河のサーベイ観測と一致するか、また不一致がある場合には、その原因を理解できるかどうかを調べている。またこれ以外にも、遠方の宇宙の物質分布を測定したり、宇宙の再電離の時期を検出するための補完的手法がある。例として、以下のようなものがある。このような手法は、 最初のクエーサーがいつ生まれたかといった問題を解く手がかりとなる可能性がある。ビッグバン元素合成や宇宙マイクロ波背景放射構造形成の研究によって得られる証拠から我々の宇宙の質量の約25%はヒバリオンのダークマターで目に見えるバリオン物質は約4%に過ぎないことがわかっている。ダークマターの重力効果はよく理解されており ダークマターは銀河を取り巻く波浪状に存在し、低温で放射を出さない物質のように振る舞う。ダークマターは実験室では未だに検出されておらず、その素粒子物理学的性質は全くわかっていない。しかしダークマターの候補は数多く挙げられており、その例としては安定な超対称性粒子、ウィンプ、アクシオン、マッチョなどがある。また、 重力が弱い場合の重力相互作用の式自体を修正する修正ニュートン力学やブレイン宇宙論でダークマターを説明しようとする研究者もいる。また、活動銀河中心核や大質量、ブラックホールなどの銀河中心の物理学からダークマターの正体に関する手がかりが得られる可能性もある。宇宙の極率が平坦であるとすると、 宇宙のエネルギー密度には25%のダークマターと4%のバリオンに加えて71%の別の成分が存在しなければならない。この成分をダークエネルギーと呼ぶ。ダークエネルギーの存在がビッグバン元素合成や宇宙マイクロ波背景放射の観測結果と矛盾しないためにはダークエネルギーはバリオンやダークマターとは異なり、 波浪上に集積しない必要がある。ダークエネルギーの存在については強い観測的証拠がある。すなわち宇宙の全質量はすでに分かっており、また宇宙の極率は平坦であることが測定から判明しているが、天体として集合している分の質量を精密に測定した結果、その質量は宇宙を平坦にするには少なすぎることが分かっている。 ダークエネルギーの存在は1999年になって現在の宇宙がインフレーション期と同様の加速膨張をしていることが観測的に示されたことでさらに強まった。しかしダークエネルギーの性質についてはそのエネルギー密度や集積しないという性質以外には何もわかっていない。量子上理論からは宇宙定数がダークエネルギーとよく似た振る舞いをすることが 予言されているが、その大きさは実際のダークエネルギーより約120桁も大きい。スティーブン・ワインバーグや多くのヒモ理論研究者は、この事実を人間原理の証拠として取り上げてきた。彼らは宇宙定数がこのように小さいのは宇宙定数が大きな宇宙には生命が存在できないからであるとしている。しかし多くの人々は、この説明は ダークエネルギーの説明としては不足であることを指摘している。ダークエネルギーに関する別の説明としては、クインテッセンスや大きなスケールでの重力相互作用の修正などがある。これらのモデルが記述するダークエネルギーの宇宙論的効果は、ダークエネルギーの状態方程式で与えられ、理論ごとに異なる状態方程式に従う。ダークエネルギーの正体は、 宇宙論における最も困難な問題の一つである。ダークエネルギーについての理解が進めば、宇宙の終焉がどうなるかという問題にも答えが得られる可能性がある。宇宙の歴史において、ダークエネルギーによる現在の加速膨張は、超銀河団よりも大きな構造が作られることを妨げていると考えられる。この加速膨張が将来も続くかどうかは分かっていない。 ダークエネルギーが時間的に増加して加速膨張の度合いが大きくなればやがてビッグリップを迎えるかもしれないしあるいは時間とともに減少すれば最終的に宇宙は収縮に転じるかもしれない。非主流的な宇宙論は過去のまたは現在の科学的コンセンサスに従わない宇宙論の仮説やモデルである。例えば宇宙論でも 以下のような問題にも取り組んでいる。ありがとうございます。